はい、コバミントの小林です。今回はですね、またまた日体大のルールのお話をしていきます。まあ今回は大会編をやっていきたいと思います。で、大会の時もですね、いろんな大会があるんですよ。まあ関東学生バドミントン大会、まあ、新人戦があって、東日本大会があって、インカレがあって、新人戦があってって、まあ、大きく大学の時の大会って分けると、その4つかな。なんか、ここに結構集中して、ね、みんな頑張ってたかなって感じなんですけど、大会に行く時にルールがあります。それをね、ちょっと お話ししていきたいと思います。で、ですね、大会に行く時、まあ、泊まり込みでね、やっぱ、インカレとかってなっちゃうと、もうほんと地方、北海道とか、宮城とかが多かったかな。やっぱ大体そこら辺でやってるんですけど、まあやっぱ遠征になっちゃうんで、そうすると洗濯物をね、洗わないといけないと。で、洗濯物も上級生のやつ、まあ担当みたいな感じについて、で、洗濯物をね、洗うっていうね、仕事があるんです。で、その時に、早く終わらしたいじゃないですか。だけど、洗濯機で洗濯をして、ですね、乾燥機をまず使っちゃいけないんです。乾燥機ね。うん。で、洗濯物を干すときに、まあ干して、でも次の日に絶対乾さないといけないんで、お風呂場の中に、ね、干しますと。で、水気とかよく取って、でもね、ドライヤーだこう、ずーっとね、こう、なんだろうな、回してっていうか、こんなこと言っていいのかな？もう本当にね、バカ迷惑みたいな話ですけど、でも、そうやってやって、なんていうんですか、乾かさないといけないですよ。やっぱ暖かいところでないと乾かないんで、うん。で、そういうふうにことをやって、洗濯物を乾かさないといけないと。で、まず、そういうことも、まあ、ミスしたらね、まあ、こういうのも罰の対象になるんで、で、大会なんて長いじゃないですか。これが溜まっていけば溜まっていくほど、大会が終わった後に罰があります。うん。ねえ、すごい大学ですよ、本当に。で、あと、起床の電話っていうのもあったりとか、何時に電話してっていうのがあって、電話をしないといけないと。で、あと、武器、部活の旗あるじゃないですか。あの旗を、ですね、まあ、真ん中、センターのところにですね、貼らないといけないと。だからね、朝、早く行って、先頭で、空いた瞬間に、ダッシュで、それを貼りに行くという行為があります。あとはですね、アップは上級生に見られてはいけないっていうルールがありました。まあ、試合入る前にアップとかするじゃないですか。それは、先輩にはね、見られちゃいけないんです。なんで、なんか、まあ、いろいろなことをやりながら、アップをしないといけないし、しかもね、下級生って結構仕事が多くて、先輩の付き人みたいな感じで、基礎打ちの相手をやる時とかもそうですし、チャージャーとかの持っていかないといけなかったり、だからもう雑用仕事すごい多いんで、なんか試合に集中ができるっていうような環境ではないです。まあ、本当にね、お手伝いさんみたいなね、印象ですかね。まあ、でもどうですかね、皆さん。こういう状況を聞いて、まあね、素晴らしい教育だと思うか、そういう教育って今時代遅れだよなって思うか。まあ、意見ね、十人十色だと思うんで、いろんな意見があると思うんですけど、これを見ていただいてね、何か感じるものだとかね、なんか、そういう教育って古いよなとかね、これからはもっと変えていかない方がいい、変えていった方がいいんじゃないのかなとかね、いろんなコメントをね、お待ちしております。僕自身は、この考え方っていうのは、いいところもあり、悪いところもあり、まあ、別にそこまで、なんだろうな、バドミントンで成績を出すっていうことを、なんだろうな、大事にするのであれば、もうちょっと改善の余地というかね、そこまで罰とか、そういうのでね、なんかやるっていうよりかは、もっと楽しくね、バドミントンができる環境っていう方がいいのかな、どうなのかな。まあでもこれってね、本当いろんな意見があると思うんですよ。うん。罰をね、与えるっていうか、そういう環境だから、なんだろうな、意識してやっていくっていう意見もあれば、もっと自分たちが考えて自ら行動していける人たちを育てることによって、自立した人間でね、自分の心をコントロールすることができてね、勝っていく選手ができる。これはどっちがいいのかは僕には分かりません。ただ僕は自立して自分で物事を考え判断する能力をつけてった人の方が最終的にいいんじゃないかなと。まあ、バドミントンだけに限らず、人生にはそういう力が必要なんじゃないかなと、僕は個人的に思っておりますっていうお話をさせていただきました。
はい、ということでですね、今回もちょっと大会編でお届けしましたが、いかがだったでしょうか。もしね、このチャンネルがいいなと思った方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。あとね、ベルマーク押していただけると次回新しいね動画ができた時に通知がいきますので、そちらの方も押しといてもらえると嬉しいです。あとね、こういう風にいろんなねコメントいただきながらね、あのこんなこと知りたい、あんなこと知りたいね、いろんなあの意見があると思うので、そういうのも募集しておりますので、ぜひコメントの方もよろしくお願いします。てな感じで本日も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。